はい、こんにちは、関西大学4回生の浜口理教です。本日はよろしくお願いします。で、僕が今日やろうと思ってるのはモビリティトレーニング、股関節のモビリティトレーニングをやっていきたいと思います。モビリティっていうのをこう直訳すると可動性みたいなところになるんですけど、まあそのモビリティトレーニングを行うことによって筋肉の柔軟性だったり股関節、関節の、可動域っていうのがすごい広がることによって、まあ、足が速くなったり高く飛べる可能性が出てくるっていうことで、まあ、その可動域が広がったり筋肉が、柔らかくなったりすることによって怪我や故障の、リスクも軽減できるっていうことなんで、まあ、若い選手だったり子供たちにはすごいもってこいのトレーニングだなっていう風に自分は思ってるんで、ぜひ取り組んでみてください。あ、またまあ子供たちのお母さんだったりっていうのもすごい効果があって、まあ、お尻にすごい刺激の入るトレーニングなんでヒップアップの効果もあると思うんで、ぜひ子供たちと一緒に取り組んでみてください。じゃあ行ってみましょう。これはまず、まあ、肩幅ぐらいに手をついて、この足を真横に開く、外旋させるっていうやつなんですけど、まあ、この時に膝は90度で常に上げとく。で、常に呼吸は吐く。まあ、これを左右でこうなら平行に上げるっていうのを意識して、まあ、この時に後ろにちょっとこう上がりきらなかったり膝が90度じゃなかったりするのを、防ぐようにしっかり90度で真横に開く。左右まあ10回から20回で、2回から3セットやれればいいかなっていうふうに思います。で、これはこの下になる足を、ま、曲げて、この上になる足を上げるというトレーニングなんですけど、まあこうまっすぐにしてつま先をこう上に向けない、横にしてまっすぐ後ろに行ったり前に行ったりせずしっかり真上に上げるっていうので、で、こう勢いにならないようにしっかり止めて一回一回上げるっていう風にやってみてください。逆も同様で下になる足を曲げて上げる方の足をまっすぐ体に平行に上げるっていうのをやってみてください。これが2つ目。まあ、ボールとかストレッチポールとか、まあ、なんかこう足に乗せれるものを使ってやっていただければいいかなっていうふうに思います。じゃあやってみます。まあこう次乗せる足を前にこうして後ろこうですけど、まあ、ボールに足を乗っけてこの後ろの足を上げる、見えるかな、上げるっていうトレーニングなんやけど、ここでこうしっかり上げる。で、この時に足がブランブランってなったり勢いでやるんじゃなくてしっかり一個ずつ丁寧に上げる。で、ここのまあ左右足でいうこの前ももがつかないくらいしっかり上げるっていうのを意識してやってください。まあこれ普段こういう使わない筋肉使うんで、まあ無理にしないように自分で考えながらやってみてください。マシンボックスはまあできればまずこういう状態で手組んでもらって、まあこういう折り曲げる動作で
まあ、ちょっと自分硬すぎてできないんですけど、まあ、これを左右でこうやるっていうやつで、まあ、自分みたいにちょっと硬い人は後ろに手ついていいんで、しっかり曲げる、この股関節の外旋っていうのをやるトレーニングなんですけど、まあ、この時になんか、まあ、後ろに倒れすぎちゃったりやったら意味ないんで、できるだけ足はこの体に近づけてやればやるほど難易度柔軟性っていうのはすごい高まるんで、まあ、できれば最初やったみたいにこう手つないでこうやってできればいいんですけど、多分これはすごい難しくて、まあ、こうバランスを崩しちゃう人もいると思うんで、そういう人は無理せず後ろに手をついてこういう風にしっかり動かせればいいかなっていう風に思います。これが4つ目。まずこういう風にあぐらかいてもらって、足の裏をくっつける。で、手は胸の前でクロスしてもらう。で、じゃあまず右足からいくんですけど、伸ばしてここをこう後ろに持ってくる。で、またまっすぐ戻して戻してくる。で、前出してしっかりこういう体勢になって戻してきて足の裏をつけるっていうやつなんですけど、まあこれが、まあ、すごいお尻に効くってことでやるんですけど、まあこれ全然自分できてなくて、まあこれが僕みたいに体が流れすぎたり、こういう風にちょっと体を動かしすぎたりっていう風ないようにできれば上げて真ん中にしながらこうっていうのを意識して、まあこれはめちゃくちゃきついんで、無理せず、できる人はやってくれたらいいなっていうふうに思います。これが5つ目です。はい、トレーニングやってみて、やっぱ自分自身もすごく体が硬いなっていうふうに思ってて、まだまだ股関節の可動域だったり筋肉の柔軟性を上げないといけないなっていうふうに、感じました。まあ、このトレーニングは、まあ、家の中で体一つあればできるトレーニングなんで、まあ、家族みんなで、家の中で、みんなで取り組んでいただければいいなっていうふうに思っています。はい、じゃあ本日はありがとうございました。バイバーイ。